こんにちは、釣りキップです。今回は芝生の補修についての動画になります。ご覧いただいた通り、我が家の芝生はきちんと生え揃えていません。そこで今シーズンの5月に復活プロジェクトをスタートいたしました。詳しくは以前の動画を見ていただければと思います。梅雨に入った6月末でもまだこのような状態です。そこで思い切っていろいろな方法で芝生を補修していこうと思います。では今回のメニューです。1番仮高を高く設定する、2番肥料をまく、3番エアレーション、4番張り替え、5番ランナーを植えるとなっております。ご自宅で趣味の範囲ですが、芝生を補修できる5つを考えて、簡単な方法から順番にお伝えしていきます。ぜひ最後まで見ていただいて、調子の悪い芝生のお役に立てていただければと思います。1番仮高を高く設定して芝刈りをする。最も手軽にできることはやはり通常よりも仮高を少し高めに設定して芝刈りをすることです。具体的には 2.5 センチ前後を目安に仮高を設定して芝刈りをしてください。1センチから 1.5 センチよりたった1センチほど葉が長いだけですが、その分太陽の光を多く浴びることができ、光合成をたくさんすることができますので、根の成長もその分早くなります。極端に言えば、今年は根を成長させることをメインとして、来年に向けて 2.5 センチ以上をキープしてもいいという考え方もあります。作業時間の少ない方はまずこの仮高を変更することから始めてみてもいいと思います。2番肥料をまく。ここでは普通の肥料をまくのではなく、少しお値段は上がりますが、いわゆる高級な肥料を使ってくださいということです。例えば有名どころで言いますと、ゴルフ場でもよく使われているとされるバロネスの化成肥料やバチルス菌を配合してサッチを分解させながら芝に栄養を与えるイデコンポガーデン、もっとよくを言えば農薬として登録されている国が認めた成長剤アルムグリーン、また計算を多く含んだ液体肥料ハード版などがあります。これらの肥料は一般的な肥料に比べるとかなり値段は高いですが、使用した感想や使用レビューを見る限りではかなり効果がすごいとされています。ですのでどうせ肥料を使うなら少し高いですが、このような高価なものを使うことでいつもよりも芝の成長が良く、完全復活に少しでも近づくかと思いますので、お時間のない方で予算に少し余裕のある方は一度検討してみてもいいと思います。すぐに効果は分かりにくいですが、1ヶ月1ヶ月半後にはじわじわと効果が出てくると思われます。3番エアレーション。ここからは少し作業時間に余裕のある方におすすめの補修方法です。このチャンネルでもよく紹介させていただいてますが、エアレーションとはその名の通り、芝生の根に空気を届けるための作業になります。いろんな方法のエアレーションがありますが、いつも僕がおすすめしているのがこのタイプのエアレーションです。靴の下に装着することで歩くだけで芝生や土に穴を開けることができ、簡単に根に空気を届けることができます。ただし根にたくさん空気を与えようと毎週エアレーションをしてもいいということはありません。芝生に穴を開けるということと同時にシワを傷つけていますので、エアレーションのタイプにもよりますが、1ヶ月から3ヶ月に1回のペースで作業をしてください。またこのエアレーション以外にも何種類か方法はありますので、その紹介動画も見ていただければと思います。右上にカードを出しておきます。というわけで3つ目の項目はエアレーションをして芝生の根に新鮮な空気を届け、成長を促進させることで芝生を補修させる方法をお伝えさせていただきました。4番張り替え。さあいよいよここからが目に見えて芝生が復活していきますので、おすすめ条件としてはお時間とご予算のある方におすすめです。ですのでそれなりのスピードで芝生が復活していきます。では4つ目の項目、張り替えをご説明します。まずどのような時どのような条件が揃えば張り替えるタイミングかを見ていきます。我が家の6月末の芝生を例に挙げると、こちらは一見芝が剥げているようにも見えますが、芝が剥げている真ん中をよく見てください。うっすらと小さいながらも芝生が生えているのが確認できると思います。
こういう場合はハゲている大きさにもよりますが、これからの7月8月のトップシーズンを考えると、ほぼ何もしなくても埋まってくると予想されます。それはこの少ないながらも歯が見えているからです。歯があるということは、少なくともその下にはランナーがあり、ランナーが育つ環境にある土ということがわかりますので、剥げた部分の周りからじわじわ芝生が生えてきて埋まってくると予想されます。ですので我が家はこのような場合は張り替える必要はないと判断しています。ではこちらのタイプを見てください。これは先ほどと違って真ん中には芝生の歯が一つもありません。ただ周りには芝生がありますので、もしかすると今シーズンは埋まる可能性もありますが、このような状態になったのはペットのトイレ事情によるものですので、経験上ここは何もしなければ今シーズンきっちり埋まることはないと考えています。ですので我が家ではこういう場所は張り替えをすることにしています。剥げている大きさにもよりますので、目安になる大きさは直径10センチ以上はほぼ張り替えるようにしています。では以上のことを踏まえて、今回我が家では2箇所張り替えていこうと思います。それがこの苔ゾーンになります。おそらく苔の影響などもあって芝生が生えていない場所は根まで完全に枯れていると予想されますので、張り替えていきたいと思います。そして今回張り替える芝はどこから用意するかと言いますと、こちらのストック芝になります。これは去年のストック芝なんですが、プランターでキープしていたので今回使っていきたいと思います。もし保管する場所がある方は、いざという時のためにストックしておくことをお勧めします。また後でストック芝の作り方もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。では実際に張り替え作業をしていきます。まず張り替える場所の大きさを測って、ざっくりですがストック芝をその大きさにカットしていきます。カットが終わればそのサイズに合わせて張り替える場所の土を取り除いていきます。ここでは少し大きめに穴を掘っても大丈夫ですので、どんどん穴を掘っていきたいと思います。見ていただいたらわかるのですが、全く根も張ってなくて、ランナーに関しても枯れた黒いランナーしかありません。これでは復活することはありえませんので、周りからのランナーに頼るしかなく、剥げた面積を考えると張り替えるのが妥当と考えました。では張り替える部分の土を取り除きました。約10センチ弱穴を掘りました。そこに先ほどのストック芝を入れていきます。そのまま入れると周りの芝との高さが合いませんので、下に床土を入れます。軽く微調整をして高さが合うと、次に空いた隙間にも目土を入れて完全に高さを揃えて終了です。最後に軽く手で押さえたり足で踏んで圧力をかけて完了となります。床土が違いすぎますので、ものすごくふわふわで足で踏むとかなり沈みますが、今年はあまり踏まないように気をつけて根を伸ばすことを優先してもらえればと思います。来シーズンには根も張って土も落ち着きますので、少しの目土で高さを合わせるだけで普通に歩いても大丈夫になります。ではこの作業の順番でもう1箇所張り替えていきたいと思います。先ほどと同じように張り替えるサイズの土を取っていきます。やはり生きた根やランナーが見当たりません。土を取り除いた後は高さを合わせるために床土を入れます。高さが合えばストック芝を置いて隙間に目土を入れて圧力をかけて完成です。普通の芝張りとは違ってストックしていた芝がすごく成長して根や土をしっかりついていましたので、水不足などにはそれほど注意することはありませんが、やはり根がしっかりと張るまではできるだけ踏まないように注意していただきたいと思います。この張り替えは最終段階となっていて、ストック芝がないと基本はできません。わずか10センチから15センチほど張り替えるだけで一束を購入するのももったいないですので、プランターや鉢を使って芝生をストックするのもおすすめです。5番、ランナーを使って補修をする。この5番は基本は例外と番外編という感じで見てください。ではまずランナーを見ていただきます。これが我が家のストックランナーです。正直ものすごい数があり、ここまでストックする必要はありませんが、10本前後あればなんとかなると思いますので、ランナーを見つけた時はこのように一度補修用としてストックしておくのもいいと思います。ではここでなぜ透明のコップに水を入れてランナーをストックしているかと言いますと、ランナーとは普通土の中で育っていくものなんですが、地上に
出てきたランナーになりますので、基本的にはこのランナーには根がありません。根がないということは水や栄養を吸い上げることができませんので、単純に枯れてしまう可能性がかなり高くなります。ですので一旦水耕栽培で発根させてから土に埋めていきます。正直なところこのランナーを使って剥げた部分を復活させたことがなく、去年もランナーを植えてみたのですが、発根させずにそのまま植えたので 95% 以上は枯れてしまいました。残った 5% ではとてもじゃないですが剥げを埋めることができませんでしたので、その失敗を踏まえて今年はまず発根させてから植えるようにしました。結構自信あるのですが、まだこの先どうなるかは分かりませんので、定期的に状況を報告させていただきたいと思います。ちなみにランナーは水につけておくだけで 2,3 日で根が出ますので、すぐに使える状態になります。以上1番から5番を作業性や予算の低い順番にご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。もちろん作業性や予算の低い方が復活スピードも遅くなりますが、ご自身に合った方法を選んでいただければと思います。そしてここからは途中でお伝えさせていただいたストック芝の作り方のご紹介です。作り方はまずプランターや鉢に自分の庭の芝を植えるだけです。すごく簡単ですが、自分の庭の芝を取ることができない方は別の方法で増やしていきます。我が家が取り入れている方法はこのランナーを使ってストック芝を作っていきます。作り方はものすごく簡単で、ランナーを発根させてそれをプランターに植え替えて終了です。あとは水やりと肥料をあげて育ってくれば芝刈りをして育てていきます。この時期にストック芝をランナーから作っておくことで、1年後にはまた補修用のストック芝として使えるほど成長しておりますので、1年間のんびり育てていきたいと思います。それでは最後になりましたが、現在6月末から7月と梅雨真っ只中です。この時期が補修するギリギリのラインだと考えています。8月以降も補修できないことはありませんが、気温がすごく高いのと9月からは成長も遅くなっていきますので、少しずつ補修しにくくはなっていきます。ですので夏前のこの梅雨の時期がギリギリだと考えています。雨や休日の関係で作業する時間も限られていますが、どうかこの動画が8月以降トップシーズンや来シーズンの完全復活に向けての少しでもお役に立てることを願っております。ぜひ参考にしていただいて芝生生活を楽しんでいただければと思います。このチャンネルでは引き続き復活プロジェクトや梅雨明けからは視聴者さんのお庭紹介、隣の芝生も帰ってきます。また初心者の方におすすめの芝生の育て方や最初に揃える道具紹介なども配信していますので、ぜひチャンネル登録をして少しでも役立てていただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。